まもなく満開となります。東京・上野公園には咲き始めた桜を見ようと多くの人が訪れました。新型コロナ対策でシートを広げての飲食や宴会の自粛が呼びかけられているため、歩きながら花見をし、時折立ち止まって写真を撮る人の姿が目立ちました。東京都心では明日にも満開になると予想されています。